よろしくお願いします。 YouTube でベアーズの魅力を発信しようということで、よろしくお願いします。お願いします。これはどんな感じで進めてまいりましょうか。そうですね、まあ、僕の YouTube チャンネルの方で、まあ、皆さんのベアーズアイテムをがっつりこう出してもらって、世界にベアーズの大好きなところ、魅力的なところを話してもらいたいなと思います。それではやるぞという方、はい、出たんすか。じゃあ一回ちょっとオープニング撮ります。はい、初めてです。はい、どうも、しょいてみです。はい、本日は、飯能市民球場に来ております。で、今回はベアーズステージということで、まあ YouTube 撮ってるんですけど、このファンの方々と一緒にベアーズの、まあ、魅力的なところ、好きなところ、ベアーズ愛をもうこのカメラに向かって話してもらいたいと思います。はい、で、まずお一人目の方いますんでご紹介します。はい、どうも、応援団の、団長かな、応援団代表の富田と申します。はい、お願いします。お願いします。はい、ベアーズの魅力なところ、はい、大好きなところを、はい、ぜひともこのカメラに立って話してもらっていいですか。ベアーズの魅力、はい、はい、うん、まず選手とファンの距離がすごく近いです。はい、私たちが毎試合応援してるんですけど、皆さんちゃんと最後に応援してくださって感謝してくださるので、はい、すごく応援のしがいがあります。日本だから正直なところあまり勝ててないチームなんですけど、はい、それがまたいいんですよね。なるほど。勝った時のお気持ちよさ、わかりますかね。なんかうなずいてか、うなずいてますよね。いますよね。今年は、はい、結構やっぱ今1位じゃないですか。あ、そうなんですよ。なんでファンの方的に今年勝ち負けて1位の、はい、というところ、ちょっとどうお考えですか。はい、正直勝ってるの言われたんですけど、シーズン前に今年はあんまり期待しないでくれと言われたんですけど、ファンの人たちも、うん、なんか、これで勝てていいのかな、勝ち慣れてない人が多くて、なるほど、勝ち慣れてない方、実感があまりない人たちが多いです、僕も含めてですけど、なるほど、はい、で、今年から吉則選手が、はい、西武ライオンズの、育成選手というのが派遣で来られますからね、はい、去年と違って若い選手が、チームに入ってますけど、その辺ってやっぱ、最初、どんな感じでしたか。吉則投手が入ったことによって、投手陣が活性化したといいますか、で、高卒のピッチャーがいっぱい入ったんですけど、それでみんなが吉野投手に刺激を受けて、吉野投手も高卒のピッチャーに刺激を受けて、外来に辻投手とかも刺激を受けて、みんながみんないい方向に向かってるなっていうのが見えますね。なるほど。はい、今後ともフェアーズの方をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、時間大丈夫ですか。結構長いですか。大丈夫ですか。どなたかフェアーズ愛おしゃべりしたい方ありますか。あ、お願いします。さあ、続きまして、ベアーズ愛の方、出てきました。では、お名前をお願いします。はい、先ほどの富田さんと、同じく応援団と話しております、小林と申します。小林さん、はい、お願いします。はい、大丈夫ですか。寺崎、はい、神くんの応援団も応援団もやってます、寺崎と申します。寺崎さん、お願いします。小林さん、寺崎さんです。はい、お願いします。はい、さあ、ベアーズ愛、はい、大好きなところとか、はい、ありますか。まあ、他のチームもそうなんですけど、選手すごい必死で頑張って頑張れこそやっぱり NPB 行きたいっていう気持ちがすごい伝わってきます。皆さん本当に実際にグラウンド中入って、僕なんかは取材させてもらうんですけど、いや本当に必死にトレーニングとか、まあ、試合前ですけどトレーニングめちゃめちゃ頑張ってらっしゃるんで、すごいなと思います。で、試合に関してもやっぱ、ね、1点取るとこうなんですかね、必死に取るっていうねところとかすごい見てて感じてるんで、素晴らしいですよね。いや、素晴らしいと思いますね、本当に。え、推しの選手とかいますか。いや、もちろん上レイヤ選手。お、大人気の大人気、花咲とかあるから光選手ですね。僕も埼玉なんでよく見てます。なんか外野手から、そう、外野手から三塁に挑戦してるんですけど、そうですよね、やっぱりどこ守らせても上手いですね、彼は。なるほど。ちなみにですけど、彼が使っているグローブ、西武の源田選手モデルのグローブなんです。あれ、樋口選手から借りてるそうです。らしいですね。はい。はい。マニアックですよ。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございました。YouTube でベアーズの魅力を発信しよう。公演TV で見られることを楽しみにします。はい。さあ、それでは、続きまして。
グランドで練習するんですね。そうそうそう。準備中ですか。アップ。いいっすよ。それだけ遊んでると思う。準備からしっかりやってらっしゃる。いいっすね。イエーイ。いいっすね、いいっすね。いいっすね。暑いですけど頑張ってください。頑張ります。ください。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。そうそう。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。